皆さん、ごきげんよう、さきのです。今日は1ヶ月前ぐらいかな、ちょうど1ヶ月前ぐらいに質問動画をやったんですね。その時にさきのに質問っていうハッシュタグで質問を募集していたので、それに答えていきたいと思います。なんか私今日声やばくない？なんかびっくりした。朝から淡々となんか準備してあんまり喋ってなかったから気づかなかったけど、声がやばい、いつも以上に。それではもうどんどんいきますので、でなんか順番とかなんかジャンルっていうのかな、そういうのも全く関係なくどんどんやっていくので、よかったら見ていってください。それではスタート。こうパソコンを見ながらここに質問が全部入っているので、まあ、どんどんいきますよ。それではダイエットについて教えて。ダイエットはあの別で動画にしようと思ってるので、よかったら楽しみにしててください。あのダイエットについて話したいんだけど、実際本当に参考になるかわかんないから。これ前回も聞かれたな。何ラーメンが好き？あ、次何ラーメンが好き？醤油ラーメンが好き。でもラーメンなら何でも好きです。次、今後やりたい仕事。今後やりたい仕事はいっぱいありすぎる。私本当に何でもやりたいみたいな人なんですけど、でもやっぱり今 YouTube やってるから、まあ、美容系のお仕事だったり、あと映像に映るお仕事もやりたいし、まあ、舞台に立つお仕事もやりたいですね。何でもやってみたいです。本当にチャンスがあるなら、求められるなら、それを全部チャンスにしていきたいなと思います。イメージモデルじゃないけど、メイクとかカラコンとかそういうやつやりたいですね。そういうののイメージモデルさんとかすごいやりたいですね。はい。次、東京でおすすめのご飯屋さんあるってことなんですけど、東京でおすすめのご飯屋さん、全然わかんない。わかんないけど、なんか結構各地に飛んだ時に日高屋があるとすごい安心する。次、利き手じゃない方でネイルする時のコツを教えて。もうこれはね、ほんと慣れですね。もう私も中学2年生くらいからジェルネイルを始めたんですけど、もうずっと下手くそだったけど、もうずーっとやり続けたり練習したりすることがすごく大事だと思います。はい。次、持ってる私服のブランドを教えて。あのね、ブランドね、本当にこだわらないからね、これがめっちゃあるっていうのはないんだけど、なんだろう、あと好きなブランドも教えてとか言われたんですけど、本当にね、買いに行った時で変わります。可愛いと思ったら、まあ、値段見て買えるんだったら買うし、全然こだわらない。それが高くても安くても欲しかったら頑張ってゲットするぐらいかな。ですかね。全然。あとね、私服のやつをね、もう夏終わりそうだけど、今日もすごい涼しいんだけど、なんか撮りたいなと思ってるから、どうですかね？必要ありますか？私の私服。5つぐらいかな？ 5 つぐらい。1週間5つじゃないか。まあ、5つぐらいやろうかなと思ってるので、見たい方がいたら教えてください。次、スイッチ買った？って来たんですけど、買ってないんですよ。私、あの、事務所にね、スイッチがあって、それはたまにやったりするんですけど、全然買えてなくって、どうやったら買えますかねって言ったら、なんか結構1万円高くぐらいなら買えるよって言われたんですけど、そんなんじゃ買いたくないから、未だに買ってないです。でも、スプラトゥーンマジで楽しい。本当にびっくりした。すっごく楽しいですね、あのスプラトゥーンは。あと、ゼルダも本当にやりたいから、結構初期からもうずっとやり続けてるから、ゼルダやってないんですよ。あと実況も絶対見ないようにしてて、悔しいから。ゼルダもね、欲しいからね、スプラトゥーンはいつか買うと思います。なんでそう、スプラトゥーン2もやったっていう質問も来てましたね。やりましたよ、ちょっとだけ。ドラゴンクエスト11、11やりましたかっていう質問も来たんで、買いました。もう発売当日の、あの、ダウンロードバージョンで買ったので、なんかすごい早くできるようになって、やりましたね。買いました。すっごい面白い。でもね、まだちょっとね、ほんと時間がなくって、ちゃんとやり込めてないから、もっと欲しいですね、時間が。1日24時間じゃほんと足りないなと思ってます。え、この質問面白い。はい、次。彼氏にどんな車で迎えに来てほしいですか？その車買いますっていう質問が来てました。本当に買うのか？買ってくれんのかな？その車乗ってたら笑っちゃうんだけど。いや、でもね、本当に車に疎くてっていうか、本当知らないから車。全然実際興味がないんだけど、まあ、乗れればいいじゃんとか思っちゃうんだけど、なんかシルバーの車とか乗ってたら、なんか見分けがつかないからやめてほしいかな。でも別に実際本当どうでもいいんだけど、シルバーの車って全部一緒に見えちゃうの。だから、わかんないなと思う。実際どうでもいい。車は本当どうでもいい。かな。あ、でも私かっこいいなと思った車があって、なんかお店に行った時に、お店とかの普通のなんかショッピングモールみたいなところに行った時に、
ハマーって車かな、ハマーっていう車、なガンダムみたいな車があって、それすっごいかっこいいと思いました。大きいけどちょっとで、すごい高いっていうのは聞いたけど、すごいかっこいいなと思いました。あれ乗ればいいんじゃない次、編集方法は誰に教わったんですか。編集方法は最初はすごい先輩の YouTuber さんに教えてもらったんですけど、最近はもう全部自分でやってます。全然なんかね、ほんとね、ほんとに自分でやって分からなかったら YouTube でファイナルカットプロを使ってるんですけど、ファイナルカットプロのなんかそれ何やり方の YouTube を見てやってます。でもそれでも分かんない時があるから、そういう時はもうその編集方法をやめるっていうことをやってます。ほんとちゃんと勉強したいなと思ってます。もうちょっと頑張ります。次、カメラやレフは何を使ってるっていう質問なんですけど、レフってなんだろう、レフ版のことかな。レフ版のことだよね。あのね、カメラはソニーのハンディカムの 4K を使ってます。あと、レフライトかな、ライトは普通のなんか学生が使うようなこういう形のライト使ってます。こういうやつで、ここにライトがついてるやつ、ちゃんとしたね、円形のね、やつが欲しいんだけど、なんか、おい、トントンすな。カメラじゃない、ライトが欲しいんだけど、まだちょっとゲットしてない。でもなんか結構明かりって難しいからね、ほんとに。次、好きな YouTuber さんは誰ですかとか、憧れの YouTuber さんは誰ですかって言われてて、結構質問で多かったんですけど、二人いて、一人は、もう絶対ヒカキンさんなんですよ。もうヒカキンさんはほんとに、素晴らしいから、ヒカキンさんが好きで、あともう一人はミキポンさんですね。もう本当にお二人方本当に素晴らしい人です。本当になんか初めて YouTube やるときもそうですけど、すっごくアドバイスをくださった方なので、本当に大好きです。もう絶対尊敬してます。次、お買い物はどこでしますか。お買い物はお買い物は渋谷原宿とかがやっぱ多くって、ラフォーレとかもすごい行くし、あと109もたまに行くかな。でそこで何を買うってわけじゃないんだけど、お買い物スポットとして行ったりとか、あでもその辺で買い物しますね。あんまりほんとこだわらないから、そのくらいかな。あとネットショッピングはしますかっていう質問があったんですけど、ネットショッピングは服とか靴とかは全然買ったことなくって、小物とかそれこそなんかカメラの素材とか iPhone ケースとかそういうところは買ったりしますね、たまに。でも最近ちょっとね、ほんと服とかもね、そっちで買おうかなと思って。でもほんとに体型がね、合わないやつもあるかもしれないから、ちょっと可愛いかなと思うかな。次、好きな人になんて呼ばれたい。好きな人になんて呼ばれたい、なんだろう、好きな人になんて呼ばれたい。なんでもいい、ほんとなんでもいい。変なあだ名じゃなければいいよ。なんかアホみたいなカップルのあだ名じゃなければ全然いいです。次、めっちゃカメハメハしてるよね。次、体型維持のために気をつけてることはありますかっていう質問が来たんですけど、体型維持か。もうでも最近は結構もうその体型維持のために何かやるっていうことがもう当たり前になってるから、もう気にするっていうかもう当たり前のことになってきてるんですけど、なんか太りにくくなったなっていうのは本当にありますね。ダイエットしてて、昔はもう食べた分が全部体にプクってなって、年もあるかもしれないけど全部もう体についてたけど、今はあんまり本当食べても太らなくなったなっていうのを思いますね。でもやっぱり足のマッサージはやっぱちゃんとしてますね。私上半身とか全然太らない人なんですけど、下半身はやっぱりね本当に難しくて、下半身太りはね、あと筋肉質っていうのもあるんですけど全然難しいから、足のマッサージとかは毎日やってます。寝る前にちょっとでもいいからこうほぐしてあげたりとかはしてますね。それは結構毎日やってます。次、何歳からメイク始めたの。何歳からメイクってどっからだろう。ちゃんとなんかこう化粧してるんだなって人から見てわかるようなメイクをしたのは高校卒業してからですね。家が結構厳しくて、全然そういう化粧とかはする必要ないって言われてて、まあ、実際そうなんですけど、高校生ぐらいの時は。やる必要ないと思うんだけど、だから高校卒業してぐらいからですね。でもその前にはまあリップとか塗ってたけど、なんかちょっとピンクに発色するリップとか、そういうの塗ってたけど、ちゃんとやり始めたのは高校卒業してから。高校卒業して、まあ、アイドルになったんですけど、それぐらい、ちょっと前ぐらいからやり始めたぐらいかな、ちゃんと。ですかね。次、イベントはやりますか。
イベントやりたいんですけど、まだちょっとねそっちまでね頭がいってないの。でもまあ今年度中にやりますよ。秋冬どっちかにやりたいなと思っています。絶対来てな。次、インスタグラムの発音が気になるって言われた。なんかインスタグラムの、あ、これも違うのかも。インスタグラムの、インスタグラムの発音が気になって動画に集中できないって言われたんですけど、私もう本当にこれわからないからもういい、気にしないでください。インスタグラムです。